どうしよう。大変。ヒッポ先生にパラッパたちの秘密基地とロケットのこと知られちゃった。そりゃ大変だわ。よし、あといくつかの装置を取り付ければ完成だぞ。本当に飛ぶの？まあ、ゴブゴブってとこじゃないの。ゴブゴブか。パラッパ、サニーちゃん、ヒッポ先生が。まさか知られちゃったの？この秘密基地とロケット壊すって。ケイティとポーラが必死に止めてると思うんだけど。ヒッポ先生、落ち着いてください。気のせいがわかると思います。ケイティとポーラにもバレてんの？みんな知ってるんだ。やっぱりいっぱいおしゃれができる星よね。うん、最高。楽しみ。どうして私も乗らなくちゃいけないの？あそこだ。ここはこっちに行ってみよう。お待ちなさい。ところで、さっき私が言ったパラッパと PJ とマットが体育館の裏の秘密基地でロケットを作っているっていうのは私の勘違いでした。勘違い？どういうこと？パラッパと PJ とマットは体育館で新体操のロケットジャンプの秘密練習をしていたんです。体育館で新体操のロケットジャンプの秘密練習？はい、ロケット。ロケットジャンプ。お分かりになっていただけたでしょうか？お分かりになっていただけたと思う。ロケットジャンプですね。ご苦労様でした。ロケットジャンプ。パラッパ、PJ、マット、ヒッポ先生はごまかせても私たちはごまかせないわよ。ロケットジャンプ。ごまかせないってば。